はい続いては遠くの人まで声が届くための簡単トレーニングをやっていきましょう、ねえー、広い会場でセミナーをやりますとかねそういう方もいらっしゃると思いますので一番後ろの方まで声が届きたいんですと、ねえー、しっかり伝わるようにしたいんですという方のためのトレーニングですねでこれもですねやっぱり息が非常に大事になりますね。トルクに息のねさっきこう 揺れないとかっていうことではなくてどれだけ強く息が出せるか同時に強く息がちゃんと吸えないといけないんですよねその強さが非常に大切になってきますねはいでこのトレーニングではティッシュを使います、はい、皆さんティッシュをこうどっかからピッと持ってきてください、はい、やり方はすごく簡単ですティッシュを自分の顔の前にこうかざしますそして拭きます,でこれだけです、はい ここに、ね、長い息でティッシュを拭くとこ書きました実際カウントに合わせてやってみましょうで2拍で拭いてくださいそして2拍で吸いますねこういう感じですこういう感じですねはい、はい、じゃあやってみましょうはいで途中でね貧血になっちゃう方いますからそういうことは途中でやめてください はい期限ですから <laughs> はいいきますよ、はい、ゆっくり捨て3はい捨て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  はい、OK、ですはい軽く深呼吸してくださいね今15回ぐらいやりましたけどこれでも結構大変なんですねはい今度は短い息でティッシュを拭きますねなのでこういう感じです短いですね1拍ずつね吸う時もすぐ吸ってくださいね なので強い息をしっかり吹いてそして強くちゃんと吸いますでその時に力が入らないようにできるといいですねはいじゃあ行きますティッシュをかざしてはいゆっくり吸いますはい吹いていきますよ3はい はいオッケーですはい今二十回やりましたねえ二、ー、十回貧血になってないですか大丈夫ですかはい、えー、少しね余裕がある方はちょっと前を置いて、えー、この教材少し巻き戻して二十回もう一度もう二度三度ね、えー、試してみていただければというふうには思いますこういうふうに息がまず遠くに吐けるね遠くまでって吹けるこれはすごく大事ですねその息の距離が 遠くの、ね、これ書いた遠くの人その遠くという距離になりますね、はい、ですからつまり遠くまで自分声が届かないんですよって方はこの距離のイメージが足りないということになりますね、はいじゃあ実際に声を出しながらその距離のイメージをつけていきましょう息は「今吹いた」ねその呼吸を使ってくださいねはいやり方は簡単です「はい」を使います ね、まずですね距離のイメージ自分の手の届くところ大体 1m から 1m 半ぐらい、ね、ここに人がいますその人に「はい」って言います「はい」ね返事を普通に「はい」なんかあげる時みたいに「はい」ねはい続いて、えー、自分から5メートルぐらい先のところですねはいそこをイメージしてで呼ばれます誰かにね「はい」ね「はい」そういうふうに返事しますね。 はい、今度は学校でいうとね、えー、教室の2クラス分の距離、ね、自分が黒板の前に立って自分のクラスの一番後ろさらにもう一つ向こうの教室の後ろぐらいだい十メ2 0ルぐらいですかね3 0ルぐらいですかね、はい、そこに向かって「はい!ね」はいっていう感じ、ね、そして最後、えー、5 0ルプールがありますね。 その5 0ルプールの向こうに誰かがいて呼ばれましたそしたら「はーい!ね」はいっていう距離、ね、ちょっとこうマイクが割れるぐらいの話になってますが、はい、じゃあその順番でいきましょう、はい、まず、ねえー、私が「はい」って言ったら「はい」って言ってください「はい」「はい」この順番でいきます、ね、それぞれ5回ずつまずいきましょう、はい、まずは自分の手のく届く距離の人はいいきます あまず息を吸いましょうはいゆっくり吸って3はい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 、はい、OK です、はい、じゃ続いては、えー、5ルぐらい先ですね、はい、その人に声を出しましょうはいじゃあゆっくり吸ってください、はい、先に私がいきます はい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 、はい、OK です、はい、じゃあ続いていきましょう今度は 30m ぐらいですかね隣のクラスの後ろ側ぐらいのところですねそこに「はい!」っていうふうに声を出しますはいじゃあいきますよ息のスピードは先の「ふっ,ってやった時の あのスピードです。はいはいね、そのぐらいのスピードでいきますよ。はいじゃあゆっくり吸います。はい吸ってください。はい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 、はいはいはい、オッケーです。はいじゃあ最後いきましょう。今度は、えー、50メートル向こうですね。50メートルプールの反対側です。ね。 はい、ね、その距離でいきましょう。息は先ほど吹いたときと同じ、息の強さを使っていきますよ。はい、じゃ、やってみましょう。まず四拍で吸います。はい、一二吸いますよ。まず私から、はーい。はーい。はーい。 ねこのように距離をちゃんと感じて「はい」の練習をするだけでもかなり効果が上がると思いますその時にただ単純に「はい」っていうだけでは効果が出ないんですねちゃんと息を吸ってその息をふ強く吹くというイメージを持ってあげることが非常に大切です、ね、それによって声が楽に喉が楽に遠くの人まで声が届くようになりますのでトレーニングしてみてください。はい、以上です